人はなぜあんなに感動したこと、やがていつの間にか忘れてしまう。チューチューチューベイビー、デビューしてから公演終わりに、ここで配信するだけで1万6000円、月に10回したら給料と同じだけになる。マジ、うん、ちょっとなんだマジボーナスじゃん。そうやね、しかもみんなちょっとなんかいっぱい配信すればしたら、バレてしまったのかなと思うだけ、何も意味がないとある日気づいた。もう半端がち走るしかない、説得なんかでは誰もついてくるわけがないんだよ。火災報知器だったんだ。みんなが熱くなりすぎたんだよね。あれさ、確かバンドの終わりとかでなったか。
気をつけてくんなんしよ。誰かさんと違って忙しいんだから。昨日気象予報士の国家試験に合格したことをお伝えした AKB48 の武藤智さんが目覚ましのカメラに喜びを語ってくれました。気象予報士の国家試験合格おめでとうございます。 ありがとうございます。今の率直なお気持ち。やっと取れたなっていう。いただければなと思います。よろしくお願いします。イルボーネソーワスミニダ。私は千葉エリーです。インサイドジョイさんのクリスマスレジハザードのよそせわよそ麦わら帽子風に吹かれ飛ばされてった列車の窓開かれ空一緒いろいろ気遣って隠していたんだよ。好きだと分かれば街の上げ流れるあった10個万個と眩しげピンなるメッセージざわざわしてたのよ。新しい彼に会ってほしいなんて親友にレストに言われたから嫌な予感がした。僕たちが思ってるより面白いことはあるはず。ワンツースリーでモッシュして自分を解放しよう。方がいいあそんなにせかさないでよ美しい脱ぎ方も
前に過ぎ去ってゆくよ。 Oh my 届かないくらいにそんなに高い場所なのか。誰もが諦めるそういうものだと思っていた。だから誰かが口にするたび中指立てていた。変わらない毎日ばかりで暇すぎて退屈なんだ。予想外の出来事だし夢の詰め合わせデッカプリコ当たる。何度も何度も傷ついて、でもその度に僕駅へと続く坂道を何度二人で歩いただろう。夏に会いましょう。谢谢。嗨。